皆さんこんにちは。力添え PLC シーケンス講座です。今回はキーエンス PLC を選ぶべき5つの理由というテーマで解説します。これまでキーエンス PLC と三菱 PLC を価格と性能で比較してきましたが、今回は使い勝手と将来性を含め三菱 PLC と比較してキーエンス PLC を選ぶ5つの理由を解説します。ただしシステム要件によってはキーエンス PLC が常に最適とは限らない点に留意してください。それでは始めましょう。キーエンス PLC を選ぶべき5つの理由は以下の通りです。圧倒的なプログラム処理速度、直感的操作によるシステム構築、デバッグ工数の低減、容量割り付けを気にしない環境、プログラムの容易な標準化、それぞれの点について詳しく解説していきます。まず圧倒的なプログラム処理速度についてです。以前の動画で三菱のメルセックシリーズとキーエンスの KV シリーズの CPU 性能を比較しました。未視聴の方はぜひ上記リンクからご覧ください。この比較でメルセック IQR シリーズとキーエンス KV8000 シリーズの処理速度に大差はないことをご紹介しました。メルセック Q シリーズは最小 1.9 ナノ秒、 IQR は 0.96 ナノ秒、キーエンスの KV7000、8000シリーズも 0.96 ナノ秒とほぼ同等です。ではなぜキーエンス KV が圧倒的な高速処理と言われるのでしょうか。これはキーエンス KV シリーズがマルチコア CPU を採用し、プログラム処理と通信やロギングなどのタスクを分散して処理するためです。これによりシステムが複雑になっても処理速度やスキャンタイムが劣化しません。一方三菱のメルセックシリーズではプログラムステップ数が増えるほどロギングや通信のバックグラウンド処理の影響でスキャンタイムが落ちる傾向があります。特にメルセック Q シリーズを使用するとスキャンタイムの劣化に悩まされることがあります。スキャンタイムが伸びる要因にはプログラムメモリ容量の 90% 以上の使用、ラン中書き込みの繰り返し、 CPU ロギング、 SD カード書き込みなどのバックグラウンド処理、旧世代ネットワークの使用などがあります。これらの要因で場合によっては10から20ミリ秒以上スキャンタイムが伸びることがあります。キーエンス KV ではこれらの問題がなく、システムが複雑になってもスキャンタイムの劣化が少なく高速処理が可能です。2つ目の直感的操作でシステム構築について解説します。前回の動画ではある設備を想定し PLC の構成を作成しました。今回も同様の構成を作成してみましょう。キーエンス PLC ではユニットの選択と配置がドラッグ&ドロップで行えます。ユニットをリストから選び、ドラッグ&ドロップするだけで、ユニット専用デバイスの割り付けも自動的に完了します。さらに、イーサネット IP 機器も同様に簡単に設定できます。KV8000 を選択し、イーサネット IP 機器リストからドラッグ&ドロップすれば、IP アドレスやリンクデバイスが自動で割り付けられ、すぐにプログラム作成に移れます。IP アドレスやリンクデバイスはシステムに合わせて変更可能です。対照的に三菱の GX ワークス2ではユニットの設定に手入力が必要です。種別を選択後、経名にユニット形式を手動で入力し、点数を選択し、先頭 XY アドレスを入力します。これらの手入力はシステムの構成を明確にするために重要ですが、特に初心者はマニュアルを参照しながら設定する必要があります。この操作性の違いは特に初心者や設計変更時に重要です。
次に開発コースおよびデバッグコースを削減する機能と操作性について説明します。重要なのはドライブレコーダー、リレーションマッピング、リアルタイムチャートモニタなどの支援ツールです。ドライブレコーダーは設備の動作を監視し、保全管理やトラブルの未然防止に役立ちます。特にプログラムデバッグ時には予期せぬ動作の補足に有効です。カメラユニットを取り付けて動作を監視すると同時にプログラム動作もすべて記録します。これによりトラブル時に動作を再現し、リアルタイムチャートモニタで分析することが可能です。リレーションマッピングはプログラムの関連性を一目で把握できるよう視覚化したツールです。これにより従来のクロスリファレンスリストでの追跡の手間が省けます。リアルタイムチャートモニタは三菱の GXWorks2 が提供するサンプリングトレース機能に比べて使いやすく、長時間のトレースが可能です。 GXWorks2 ではサービス実行メモリ範囲内でのみトレースが可能で、トレース可能時間が限られます。長時間トレースをする場合はCPU ロギングを設定し SD カードに保存する必要がありますが、 SD カード保存時に瞬間的にスキャンタイムが伸びますので、設備動作に影響がある場合があります。対してキーエンスの KV スタジオではスキャンタイムの遅延なく長時間のモニタリングが可能です。これらのツールにより開発とデバッグの工数を大幅に削減することが可能です。次に容量や割り付けを気にせずに済む設計環境について話しましょう。まず三菱のメルセックシリーズではプログラム容量に応じて CPU を選択する必要があります。これは最適な容量の CPU を選ぶことでコストを抑えるメリットがありますが、設計途中で容量不足に陥り CPU の買い替えが必要になるリスクも伴います。ベテランエンジニアであれば経験に基づいて最適な容量を見積もることができますが、初心者には難しいでしょう。一方キーエンスの KV シリーズでは KV7500 や KV8000 を選べば初めから 1500kbps の大容量プログラムメモリを利用できます。 1500kbps もあればほぼどのような機械設備でも対応可能です。メルセックで 1500kbps クラスの IQR シリーズを選定しようとすると定価で KV8000 の数倍するということは以前の動画で解説した通りです。デバイス点数に関してもメルセックは CPU によって異なり KV シリーズに比べて点数が少ない傾向があります。キーエンスの KV シリーズでは内部補助リレーやデータレジスタが初めから 65,535 点用意されていますが、メルセックでは CPU によって異なりデフォルトでの点数が限られています。メルセックではメモリ割り付けの変更や拡張メモリを利用することでデバイス点数を増やせますが、それには技術的な手腕が必要です。キーエンスの KV シリーズでは初めから大容量のプログラム容量とデバイス点数を提供することで、将来的な設備改造や機能追加の際にもプログラム容量や割り付けに悩まされることが少なくなります。この大は小を兼ねるアプローチは将来にわたっての安心を提供します。このようにキーエンスは容量や割り付けの心配を軽減し、安心してプログラムを設計できる環境を提供しています。最後に容易なプログラム標準化についてお話しします。現在においても日本では PLC のプログラムといえばラダーが主流です。以前から言われているようにラダーは命令が単純なゆえ、同じシステム構成、同じ制御、同じ動作であっても作り手によって全く違うプログラムができてしまいます。したがって往々にして作った人にしかわからないというプログラムが数多く存在します。そして PLC のプログラミングやその基礎であるシーケンス制御を教える学校などもほとんど存在しませんので、多くの PLC エンジニアは
独学と経験の積み重ねで覚えていくしかないのも現状です。これとは対照的に Python などの高級言語では教材やライブラリが豊富に存在し、 AI を活用したプログラム作成も可能になっています。ラダー言語での AI によるプログラム作成はまだ実現していませんが、将来的にはライブラリを活用して AI が最適なプログラムを選択することが期待されます。 PLC においても徐々にライブラリの充実化は図られており、三菱ではサンプルプログラムライブラリをウェブ上で公開しています。一方キーエンスですが、これはあまり知られていないかもしれませんが、 KV スタジオにあらかじめ標準プログラムが組み込まれています。例えば1ギメユニットでは原点復帰や1ギメ制御のプログラムをドラッグ&ドロップで簡単にプログラム内に組み込むことができます。それではその操作をお見せしましょう。このように原点復帰や1ギメ用のプログラムを簡単にプログラムエリアに展開できます。あとはこの赤文字のところ、例えばジョグプラスディレクションのところにはタッチパネルのジョグスイッチのデバイス番号などシステムに合わせたデバイス番号に書き換えるだけという手軽さで、割と面倒なサーボなどの1ギメ制御のプログラムを作成することができます。もう一つ、プロトコルスタジオで作成したマクロも同じようにラダーに展開することができます。こちらは RFID のプロトコルを作成した状態です。これも同様にドラッグ&ドロップするだけでこのようにラダーに展開できます。こういったあらかじめ組み込まれている標準プログラムやサンプルを使ったプログラム作成などは、プログラム工数削減、立ち上げリードタイムの削減、プログラム標準化の最近のトレンドに合致します。こういった流れは例えばウェブページやブログの作成、動画作成、動画編集、音楽制作などにおける進化の過程に似ています。音楽制作の進化は、かつては音楽を勉強した人や譜面の読み書きと何らかの楽器の演奏の両方できる人だけが作曲できる時代でした。80年代に入るとMIDIやシンセサイザーの登場により楽譜を数値化できるようになり、楽器が弾けなくても作曲が可能になりました。この時代に登場したのが楽譜を数値化したデータを打ち込み、MIDI を通してシンセサイザーで演奏する、いわゆる打ち込み機と呼ばれるシーケンサーです。2000年代に入ると DAW やソフトシンセサイザー、マルチティンバー音源の登場で、より視覚的に作曲ができ、実際に楽器を持たなくても演奏、レコーディング、ミックスダウンまでできるようになりました。この時期に画期的だったのはピアノロールとボーカロイドの登場でしょう。MIDI とシンセサイザーの登場により制作環境は大きく変わったものの、依然楽譜は必要でした。しかしピアノロールの登場で縦軸に鍵盤、横軸に時間のグラフのようなものに線を描いていくスタイルに変わったことで、音符そのものがなくなり、楽譜が読めなくても視覚的に作曲できるようになりました。そしてボーカロイドの登場で、ボーカルもパソコン上で作成できるようになり、ボーカル、コーラス含め一曲すべてが一台のパソコンの中だけで制作できるようになりました。余談ですが、ボーカロイドもシーケンサーにカテゴライズされます。そして最近ではそれぞれの性能向上やオーディオライブラリ、 AI の活用によりセンスだけで誰でもパソコン一台で作曲からクオリティの高い楽曲の制作や演奏が可能になり、そのような手法で制作された楽曲が YouTube などから大ヒットした例も多数存在します。同じシーケンサーという言葉を使っているにもかかわらず、それぞれの領域で全く異なる進化を遂げているのです。音楽制作におけるシーケンサーは複雑な音楽の構成と制御を可能にしました。同様に
PLC プログラミングにおいても技術の進歩は目覚ましいものがありますが、今説明した音楽制作の進化と比べると、ライブラリや AI の活用の少し手前までは来ていると言えます。特にキーエンスの KV シリーズは、プログラミングの標準化を大きく推進しています。このシリーズでは、標準プログラムや簡単な操作でのプログラミングが可能で、これが大きな強みとなっています。PLC プログラミングの標準化は、エンジニア間での共通理解を促進し、開発時間の短縮、品質の向上、メンテナンスやトラブルシューティングを容易にします。例えば、キーエンスの KV シリーズでは、先ほど紹介した標準プログラムやマニュアルのサンプルコードを使用することで、初心者でも迅速かつ効率的にシステムを構築できます。また、経験豊富なエンジニアにとっても、これらの機能は大きな時短となり、より複雑なシステム設計に集中できるようになります。キーエンスの KV シリーズは、PLC プログラミングの未来に向けて、大きな一歩を踏み出しています。このシリーズを通じて、標準化されたプログラミングアプローチは、業界全体の効率化と品質向上に大きく貢献することでしょう。これらの点を踏まえ、キーエンス PLC は、特に現代の迅速で効率的な製造環境において、その優位性を発揮します。プログラムの標準化により、機械や設備のプログラミングがより簡単で、理解しやすく、保守しやすいものになるのです。以上が、キーエンス PLC と三菱 PLC の比較と、キーエンス PLC を選択する際の主要な理由です。技術の進化とともに、PLC プログラミングの未来も変わりつつあります。キーエンス PLC は、この進化の先端を行く製品と言えるでしょう。この動画が皆さんの PLC 選択において有益な情報となることを願っています。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。以上、力添え PLC シーケンス講座でした。